明日お昼ご飯ないのよ。もう家に何もないから。でもカレー作りたいなと思って中の音。あら無音ありがとう。本当は10時半ですよ。 10時半だっけ。今スーパーにいる。筋トレしようと思ったらさ、もう集合時間だったね。注意しないと。でもそう、今日はブロッコリーを切ろうと思います。私はいつもブロッコリーが切ってから茹でます。ブロッコリーこんばんは。お、今日も可愛い。うん、これは単体なんか今日あんまりお腹空いてなくて、でもおにぎり食べたんだけど。お、ありがとう。うん、ちゃんと手もちゃんと洗っております。森でもなんとなくなんか一人で着るのちょっと寂しいなと思ってあと鼻が痛い。はい、ちゃんとね洗わないと。この中にはたくさんいろんなものが入ってると思いますのでうん、いただいた時間。うん、全然これは予兆っていうか全然ない配信として見てくれたらいいなと思います。うん、前座。うん、そうだからちょっとこれ洗わないとね。まず洗おうかな。から始めようかな。ありがとう。全然作らない。もう普通に茹でるだけ。私の。こんな感じでいいかな。こんな感じでいい。今日はね何も作らない。ただブロッコリーを切ってお腹すいたら食べようかなと思って。ちゃんとした洗い方教えますそんなブロッコリー洗う。うん、ブロッコリーは全然マヨネーズ派。うん、茹でてマヨネーズで食べるだけ。塩も茹でるときに入れる。うん、全然これは私は普通に切るだけ。本当は10時半です。これは何配信なのかな。
10時半。全然もう普通に見てくれた。えい。わあ、こんなでっかいブロッコリー。ちっちゃい。確かに音がちょっとあれですね。全然これ切ったらもう普通に終わる。10時半って結構でも後ですね。これ私が切ってからもまた洗います。なんとなく。こんばんは。もう一口サイズぐらいにしますね。これはちょっと一口にして大きいのでもう一回切る。でも今日本当にお腹空いてないなと思ったんですけど、なんかニンニクの香りがしてきて、どこからかすごい食欲が出てきた。うん、これはブロッコリー。こんばんは。私はこのブロッコリーをたくさん食らいたいと思います。かわいい。どうしよう、なんか急にお腹空いてきたらどうしよう。できてないよね。わっ、えい。あれ、結構皆さん来てくれてる。配信はもう全然のなかったことにしても全然いいぐらいの配信です。レベルアップしてた？クラコンねえ。うん、一回やめる。このブロッコリーを切り終わったらやめます。茎の方が栄養があるんだよね。10時半。やっほー。よっ。
斜めにしてみた斜めにしてみた。よし、こんな感じ。そしてこれを洗って、私はポットでも温める。顔が、やっほー。え、なにそれ、カニ、イクラ、釜飯、めっちゃおいしそう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 、スライスしたらいい、スライス、スライス、もっとスライスしたらいいか。じゃあそうやってしよう。茎はもうちょっとスライスしたらいいよって。やっほ、料理得意、料理得意なのは豚キムと、あとカレーと鍋。にしてもやっぱりお腹空いちゃうよね。どうしよう。お、この間にコシロがなくなってきたやつを入れよう。鍋は全般、え、でもこれ私くしゃみするかもしれん、もしかしたら胡椒で。よし、できた。よし、その間にブロッコリーもできました。
感じだね。完璧。何食べよう。ポテチ食べようかな。ポテチ食べようかな。ブロッコリーはお腹空いたら食べる。でもなんかポテチの方が食べたくなってきた。確かに。あ、なんかチキンタツタの瀬戸内レモンね、めっちゃ気になる。食べたい。私タツタ、なんだろう、唐揚げ好きなんや。唐揚げの中で一番タツタが好きかも。食欲いい感じ？長い方がいいかな。またしますか。もはやここに乗せとこうかな。この中に。塩をここで入れます。よし、オッケー。ネギがすごいね。あ、そ、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 よし。あったかいな。こんばんは。お、こんばんは。こうちゃん。ブロッコリー買って帰ろう。やけど、うん、大丈夫。ごゆっくりね。うん、召し上がります。あ、4本。ちら。返しが止まらんって。これはね、ブロッコリーを作ってます。ブロッコリーを茹でてるだけ。だけど、ブロッコリーいいですよ。あ、今日はね、なんだっけ、今日は雑誌が発売になりました。あ、ありがとう。鍋し。おはこりですかって。おはこりです。おはこり。どんな質問。そう、ビタミンたっぷり。晩ご飯はでもちょっと
喜びだけじゃ足りないなと思ってきた。でもさっきおにぎり食べたけどね、調理師なの？なくなっちゃった。うん、そう、テレビガイドさんに載ってます。応募した、応募もしたの、応募もしたの、応募ね。あら、そっか、まだお仕事の方もいるよね。でも今からお仕事の方もいるのかな。おーっと、ちょっと待って、なんかね今日自分が思ってるよりお腹空いてるのかな。お、雑誌に載ってる、サーヤン激川って、やっとも、はや今からちょっとレモンの竜田のやつ食べたい。竜田レモン食べたい。なんかね、結構一人一人のカットもありました。中身はなんかね、生地に、生地っていうかなんかあのホームサイトの方にも載ってるんですけど、あれはね4人バージョンがあるんですけど、テレビガイドさんの中身はなんかそのもうソロカットみたいな感じであったから、ぜひぜひもう記念にね、もう多分もう一生に一度かもしれないから普通の方もあるんだよね。フラコ見ました、ずっと中が結構ひごなって面白いありがとう。そうね、ちょっとクラコもちょっとね荒ぶっておりましたね私。うん、オフィションもある。今日の朝送ったやつとあといろいろあると思うから送るね。特技披露してる、はい、なんかカメラマンさんもすごいなんかフランクな感じで「Hey, ho, hi!」みたいな感じで撮ってくれて面白かった。お、スーパーに出た？ちょうどいい量で。結構多いんだよねブロッコリー。でもすぐ悪くなっちゃうから、栄養があるからさ。私も絶対今日明日で食べるんですけど。あ、予約してくれたの、ありがとう。そう、ボムさんも3月号が2月9日発売です。そう、陽気な、そう、ヘイホーそう、でもそんな感じ、ヘイホーヘイホーヘイ。そうですね。あ、いいね、ベーコンとかあったら炒めたら美味しいかも。ヒッポーさん、あ、入れすぎたらボーボーになるの。え、私何分ぐらい今入れとる、どうかわからんそうですね、カメラマンさんはそう、全然。でもブロッコリーは私本当は茹でる、沸騰したので茹でるんだけど、私はもう勝手にこういうことにしてますね。もういいやと思ってそうだね、生でも食べるのかな。そうかそうか、でも生でも食べるのか本当は。これでちょっとゆさゆさしとこう。もしねこれで虫さんがいましたら浮き上がってくると思われます。そう、超アバウト。もうね料理経験も1年目になりますので、あ、2年目か、もう2年目になりますので、もう、お、ドラグレーシーも出た、よかった。私も時々ヘイ見てたら急に流れてくるからね、見ちゃう。あ、レンジもできるんだ。お、見れました、やったー。そう、蒸しタンが来るから。蒸しタンでもね、今んとこ蒸しタンに出会ったことないよ、ブロッコリーの。でもパンちゃんはすごい蒸しタンに出会ったことが結構あるらしくて、だから怖いって言ってたんだけど、私はまだね
ミスターには出会ったことないですね、ブロッコリーだから。なんか変色とかはあるけど、黒い感じでちょっと変色してるなーってのがあるけど、まだミスタンはないですね。なんかだんだんとこのお湯が緑色になってきた。あ、そう、キャベツはいるってね。やっぱりキャベツは栄養があるからね。栄養があるものほどミスタンが来ますからね。食べたくなるから。白菜もいるよね。でも白菜でさ、なんか黒い手みたいなのあるじゃん。あれ本当はなんか虫じゃなくて栄養なんだってね。私ずっとそれ虫がなんかその白菜の中に埋蔵してあると思ってて、ちょっと怖いなと思ってたんだけど、なんかなんだっけ、栄養なんだって。すごい美味しいっていう証なんだって、その白菜。そうね、めっちゃ埋蔵されてるやと思ってから、すごいなって思ってたんやけど、うん、こんばんは。怖いな、怖いな。埋蔵、え、なんていう、え、埋蔵あ、そう、ポリフェノールね。そう、ポリフェノール、そう、あ、調べてくれたんだ。なんかすごいアバターになってるね。いいよね。それから普通に食べてる白菜は。それしかないやん。そろそろいいかな。そろそろもういないでしょう。ちょっと揺さぶってみて。何も作ってないよ。これはブロッコリーをね、茹でてるだけなのよ。確かにこのブロッコリー茹でるだけで配信してるって思わないよね。確かに。だけにちょっといつもそんな、そうだよね。なんかよく考えたら、そんなブロッコリー茹でるだけで配信とかせんとかな。大丈夫かな。やだ、いないいないバーって出てきたらやだ。それはやだ。なんかレンジでもそうやってするだけでもいいのかな。え、なに、キャベツについてた虫さんを観察してたら蝶々になって飛んでいったよって。怖すぎ。そんな急に蝶々になるの。うん、まあ、うん、レア、トラウマに沿った。今のところ私まだ出会ったことないから、こうやって平常心でいられるけど、もしおったらどうしよう。でも食べてしまったら分からんのよ。はい、これでできました。虫って別に食べてもね、別にそんな急にお腹がどうとかなったりしないから。もし食べとったらもう気づいてないけどいい。えい、いい感じ。みずみずしい青色に緑色になりました、私のブロッコリーさん。ホットケーキ作ってるの、すごいね。何、私の名前は何それ、スブハンさん、スブハンさん、うん、また来ます、ありがとう。ゲコゲコガエルさん、そう、ブロッコリーどうだろう、ちょっとお高めなんかな。冬やけん安いかなと思ったけど、高めなんかな。こんばんは。虫も喜んでる。いやー、それはないかもしれない。じゃあ私はこれで終わ
ろうかな。ブロッコリーさんも譲れたことだし、ほったいますけどもう寝落ちしていいよそのまま。でも多分20分ぐらいと思う本当は。はーい、こんな配信を見てくれてありがとうございました。ちょっとポテチ食べようかな。ポテチ欲がすごくなってきた。うん、200円くらい。はい、多分明日のお昼に、もしよかったら、あれどうしようか、夜にしようかな、夜にしようかな。やっぱりお昼は何か探して夜にしようかな。元気出た。それもいい。多分じゃあ 80% くらい夜にします。昼はなんかお掃除とかしようかな。その場で決めます。でもじゃあお掃除配信あれ今何時かな。9時。じゃあ次は10時半に。なんかすごい小刻みになるんですけど、え、ギフトありがとう。直樹さん、和弘さん、炭治郎さん、宗谷さん、猫テラスさん、加藤さん、ヤッシーさん、宗谷さん、アキシコウチュウさん、ありがとう。ありがとう。あおちゃん、ヒガリンハットさん、マイセンさん、キチネさん、サトルーンさん、アキシコウチュウさん、セイヤンさん、ありがとう。スーパー、ん、スーパーシロ、ん、シロさん、シャケさん、炭治郎さん、なべこさん、うっかりあんこさん、よっこさん、お、お、嬉しい、高尾坂って書いてあるんだけど、ひら兄さん、健太郎さん、炭治郎さん、ハトルンさん、のみみずさん、ゆうきさん、たてさま、ナリバーさん、スマイルさん、ありがとう。お久しぶりに来れたよ、ありがとう。おめでとうになってる。おと、まさとしさん、ありがとう。虫たん、虫たん、ありがとう。サイアンティック、本当にこんなにお腹が空くとは思わなかった。じゃあ、あ、お、1、あけしこうちゅうさん、あおちゃん、F渋谷さん、せいやんさん、むしたん、わら、まいせんさん、みみずさん、けんたろうさん、たれさま、たとるんさん、いなっちさん、ケイティさん、なぴさん、かんてさん、いきゅうがぴょん、きつねロックさん、なべこさん、いびすさん、よっちゃん、セブン、ジャッキーさん、ジャラッペさん、アリマルちゃん、ゴロさん、ネクテラスさん、カズヒロさん、キチネさん、ヒラニーさん、シンジさん、ユウキさん、ナリバーさん、シロさん、ロックさん、サンパチさん、サンジュエ、カズさん、ありがとう。お話し会もありがとう。フリフリって、え、お揃い、嘘、これすごい、お揃いなの、イエイ。それだって、
ありがとう。ゲリラ配信初めてしたかもね。これめっちゃ、ね、これ別れとるけんさ、また切れる、なんかの下のインナーとして。2回目かね。でも今日は本当に予約入れずに配信した。こんな配信でもよければたくさんできるんですけども。お、ありがとうございます、テレビガイドさん。わーい。最高です。びっくりしたでしょ。まあこういう、でももしするとしたらこんな感じで、超ゆるい感じになると思います。お、ありがとう。じゃあ食べようかな、ポテチとブロッコリーを。ね、ゲリラなのにすごいみんな来てくれた、すごい。お疲れんこん。10時半は普通の配信しようかな。組み合わせすごいね。冷蔵庫がちょっと存在感出してきた。え、そんなにタンスの角にぶつけるほどびっくりしちゃった。さあ、ヘルシー。お、愛の力、いいね。レモン味のポテチない。あれならあるけど、レモンイカ店。お風呂入る。お風呂入るみたいな口になっちゃった、ごめんね。お、催眠術にかかってる。ね、ありがとう。よいしょ。イカ天めっちゃ美味しいよ、レモンイカ天。ね、大丈夫です。シュッとしてる今日。チキンタツ食べたい。いつ食べようかな。明後日か。その次の日ぐらい。こんな感じの音じゃないよ、これ。これ冷蔵庫の音。自然体でいいですね。ブロッコリー話。自然体でいい。ありがとうございます。目力。今日は目が普通ですね。で、めちゃ、F 渋谷さん、しのさん、ありがとう。タコ、ありがとう。じゃあ私は終わります。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。Thank you.